ケさんがね、昔のね、僕、あれ、本におっしゃってね、ミケさんが調子がいい時は、自分の体がない感じだと書いてある。何を、自分の体がない。体がない。自分の体の周りにゴルフクラブが言ってる感覚。今日、そのミケさんの世界まで体感してもらいたい。それはきっとだよ。例えば、こうやって、こうやって連続するとかしてるときで、もうこのクラブの遠心力と遠心を感じ取ってるんです。そうすると中心とかはどんなポジションを取ってても変わらないと思う。自分の体は結構同心、何も関係なしに中心が何やっててもクラブは振れなくて、その感覚だから、あくまでゴルフクラブを思いっきり振るっていうか、ゴルフクラブで遠心を描くっていうのがメインになってしまう。だから今日ちょっとまあそれそこに到達するためにそこで右足をしよう。これが一番難しい。取ります。ユーブス取ります。そう、ほら、打ってきた。ユーブス取ります。これはうまい。これがうまく当たらないのは、ただここが、そう、ユーブス。そういうこと、そういうこと。こうして。はい。これで打つんですか？これで打つ。これなんかめちゃくちゃギブス気になる。しかも帽子飛んじゃってるでしょ。これが徳川の監督で、小平君とか魔法スとか飛ばしはパッと飛んじゃうって感じ。あれを浮か反力とかって表現されるんだけど、状態を振ってるから床の下が反応でし、ほらミケルさんの反応になって、これミケルさんの反応、こっちはないんでしょ、自分の体はない、ないと思ってしまう。今度普通に半身ぐらいから下半身終わるとマックスしましょう。え、難しくそうそう、やってみて、左足を後ろに引き返して、左足を後ろに引き返して、そう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 、遊びとされてる、そう、打てるでしょ。自分の足の踏ん張りと関係なくなる、そうそうそう、これでも打てるわ。下半身の役割は足が引っ張るとか、力を入れるとか、あんましなくて、ちょっとパチンとこう来たら、パンとかって、ここで湧くんですよ。ここで湧くんですよ。そう、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 これは私がここにいるのに、クラブだけ、向こう行ってない。行ってるでしょ。クラブこんなになっちゃってる。そう、いいね。クラブは自由にしてる。手首は私のクラブに動かされる手首だから、結構ハイレベルな足でるけどできるのかもしれないですから、そう、手とクラブだけ振ってくるだけ、そう、そうするとこれでも飛ぶ感じが分かるでしょ。すごい感じる。そう、これがさっき言ったフィルミケルさん。しかも本当なんだ、自分じゃないじゃん、自分のコース関係ないじゃん。そう、でも今のでも映像撮ると切れてるでしょ、うん、腰は切れてるし、肩も開いてるし、そう、インテンショナルに自分で行かないと。ギブス取って、バックスミルちゃんとここ使って、横からドン、そう、いい、力抜いて、手首使って、はい、そう、そう、この時にもまだもうちょっとだけ、はい、ちょっとだけ、そう、そんぐらい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 、あー、全然違うかも。そう、ちょっと抑えてるでしょ、抑えてる、こうやって、うん、そう、ここの自分の皮見てたら、この手の、両手のグリップの運動量に対して、クラブヘッドの運動量が多くあってほしい。そうそうそう、そういうこと、そういうこと、大げさに言うと、ああ、これが完全なギブス排除です。ギブスだから多分フォローギブス入ってる。そうそう、そういうこと、こっからこう出したくなっちゃうんだよ。そうそうそう、そうそうそう、ロックじゃん。そうそう、するとこれがギブスかかってるから、お見合いの反則で言ったら紅茶の胸が向こうも来ててしょうがなくなると。そっから、そういうこと、これで球打てるわけだから、打てそう、出るでしょ。あっち向いてほい、完成。でもどんどんこうやってやっていかないと打てない。そうそう、ほっとくね、クラブさんにほっとくから、まんぶりしてる。そう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 、でもこれでね、面白いのが練習場とかでもこうやってもうこっち向いてバーンって振って球が飛んでくのを見て、それで飛ぶんだっていうのを認識することがすごい大事。そう、
こうやって行かなくても球飛ぶじゃん、むしろこっちが飛ぶじゃん。そうなんです、見たいんですよ。そう、見たいんです。もちろん見てもいいんだけど、クラブを触れたらそれでもいいんだけど、触れたら見ればいいね。そう、でもみんなこう触れないで見ていくから、当たる前にもう斜め45度。そうそう、アニカ・ソレンスさんとかあの辺みたいにクラブを振りながらこっち向いてる分には全く問題ないんだけど、大体みんなそう一緒になっちゃうから。そう、あ、クリアしない、よっしゃー、もう回っちゃった。そうそう、最後はもう回っちゃうよね。多分練習でこっちで栄養を取っていて、そこの練習しといて、はい、現場行ったらここを向いてここにしとったら集中しといて、クラブを振る、かっこいい、こういうこと。そう、でも栄養は取りましょう。栄養、栄養、栄養。そう、これ。ってことはシャドウとかでも自分で、僕なんかもうこう打つ前にコース行ったらこの栄養しかやんない、やってないから打つ前に。で、コースで言うと普通にパコーンと普通に打つ。そう、そっちの栄養を取りよう。